ねちょっとあれ見てよ、やばくない？あの子あれ狙ってんの？えっていうか私狙ってたのに超最悪、マジダブリだよ。でも似合わないと思うあの二人。あーでも結構遠目に見るとお似合いかな。あーでも なんか繋がってな、あーなんかもう、あ愛がいっぱいって感じで本当ムカつくんだけど。ねえちょっとさ、あの学校にいるあの二人本当どうにかしてほしいと思わない？今日もね中庭のベンチにさ、私がもう疲れたとか思ってちょっと行ったらさ、二人しかいなくて、私授業ちょっと早く終わったのね。ちょっと行ったらなんか男が後ろにいて女が前に座ってて膝の上座ってんだよ。ちょっと学校でそんなハレンチなことやめてほしくない？ちょっとさなんか悪いよねこう、でもまあいいんだけどさ、そういう人たちなりにやってくれれば。でもあれはやっぱり、あていうかもうひがみ入ってるけど、結構もうなんかムカつく、やっぱ見てると。だってさねえ、そんないない子の前でそんなことしないでよみたいなさ、ほんとマジムカつくんだよねああいうのね。でもまあ幸せな人にはまあ幸せでいてほしいね。だけど学校内で付き合ってて仲いい子同士、男の子と女の子で同じグループらへんの子たちでの中で別れられたりすると本当逆に困るねこっちが。なんかさいたんだ、あれは本当困った。なんかもうその男の子がもうまずそのグループの他の子狙ってるのがもう見え見えで、その男が女を振ったんだけど、でその女の子は私のすごい友達で、その子はすっごい好きなのに、なんかその男の子が能天気なのか何なのかよくわかんないけど、なんかもうすごいその子のこともうなんか知っててやってんのか、わざと嫉妬させようとしてんのかわかんないんだけど、なんかもうすごいそっちはそっちで仲良くなっちゃって、んででもなんか間を取り持った方がいいのか、当たらず触らずでそっとしといた方がいいのかっていうのがねわかんなくてすごい困るんだよね。でもなんか本当に男の前と女の前と態度がもうコロッと変わる人いるじゃん、あれほんと困る。なんかでも私の周りの友達にはいないからそういう子が、だからもう全然いいけど、たまにいるからちょっとあれはやめてほしいね。なんかこうこっちが男の子と話しててあいついいやつだよなとか言って、結構かわいいいいじゃんとか言って、なんかあうんそうだよねとか言いながらも、なんかいやあの子マジ超裏表あるよみたいな言いたいけど、なんか言ったら私が嫌なやつみたいだから、なんか言えない。